それでは解説をしていきます。アナログとデジタル、どちらに該当するかを答える問題です。アナログは、区切りなく細かく測れるような連続して変化する量で、そのデータは無限に区切ることができるため、データ数は無限個です。デジタルは、飛び飛びの値しか取らない量、離散量で、データ数は有限個です。これに当てはめると、あと、えがアナログ。 イと、うがデジタルになります。解説は以上です。